前回は同志社大学の創設者として知られる新島丈が国禁を犯して密出国したことをご紹介しました。21歳の彼がほぼ無一文に近い状態で海外への脱出を果たせたのは、労働を条件に無料での乗船を許可してくれた船長などの存在がありました。今回はそんな新島の密出国後の足取りをご紹介してまいります。まず新島は上海行きのアメリカの商船ベルリン号に乗り、函館から密出国を果たしました。新島は自己の身分も捨て、ひたすら運命を神の御手に委ねて日本を脱出しました。上海に着いた新島はアメリカ行きのワイルドローバー号のテイラー船長に迎え入れられます。テイラーは熱心なキリスト教徒で、新島が船で労働することを条件に無料での乗船を認めました。ちなみにテイラーが彼を英語でジョーと呼んだので、新島は後にジョーという日本名を名乗るようになったのです。新島は日本を出た時、大小2本の刀を身につけていましたが、航海の途中で小刀を売り、そのお金で聖書を購入します。そして武士の命であった大刀は感謝の気持ちとしてテイラーに送りました。しかしようやくアメリカに到着した新島を待ち受けていたのは過酷な現実でした。1865年の7月、1年以上かけて新島はついにアメリカの東海岸ボストンに到着します。それは龍馬暗殺の2年前のことです。当時はアメリカも激動の時代、南北戦争が終わって間もない頃で、人々も戦後の物価上昇に苦しんでいました。港の人々は皆異口同音に、お前に手を差し伸べてくれる者など一人もいないぞ、残念だがもう一度海に戻るしかないと言いました。周りの無理解の中、新島は毎晩神に祈りました。お願いですから私を惨めな境遇に追いやらないでください。どうか私の大きな志を成就させてください。絶望的な状況は3ヶ月ほど続きました。しかしついに新島の身元の引き受け手が登場します。それは新島がアメリカに渡ってきたローバー号の船主であるハーディーでした。それから私は船の持ち主であるハーディー様が私を学校へ送り、経費を一切出してくださるかもしれないことを知った。船長からこのことを初めて聞かされた時、私の両眼は涙にあふれた。死への感謝の気持ちが大きかっただけでなく、神は私をお見捨てにならないと思ったからである。神にすべてを委ねたものを神が見捨てることはないのです。新島は1866年に受選し、翌年アマースト大学に入学しました。日本の将来を憂いて密出国した青年は、約10年後の1874年、日本人初の学位を取得するとともに、アメリカンボードの宣教師として日本に帰国。その翌年、キリスト教教育による日本の救済を目指して、同志社大学の前身である同志社英学校を創設しました。以上、新島丈が函館から密出国してから志を胸に日本に帰国するまでの道のりを3つのポイントに絞ってご紹介しました。すべてを捨てて神に従った新島はなんとかアメリカにたどり着けました。しかし彼を待っていたのは絶望的状況でした。そのような状況下で神がハーディーを使わし、新島はさらに信仰を強め、神のしもべとしての人生を歩んでいくのです。新島の同志社創設の道は、山本角馬との出会いを抜きにしては語れません。新島は帰国後、山本角馬と出会い、1975年に連名で京都初のキリスト教主義学校である
同志社の開業願いを提出しました。そして同じ年に角間の妹である山本八重と婚約し、翌年結婚するのです。次回はそんな山本八重と聖書の関係について迫ってまいります。どうぞお楽しみに。